ハインリヒ24世は、ロイス家の分流ロイス・ケストリッツ家の子孫、ロイス・ケストリッツ博。ロイス・シュライツ博ハインリヒ1世と、その3番目の妻の伯爵令嬢、アンナ・エリーザベット・フォン・ジンツェンドルーフの間の一人息子。1692年に、父が死ぬと、イボアニ・ハインリヒ11世が、シュライツを受け継いだのに対し、ハインリヒ24世は、ケストリッツを、 両方試験を伴わない文法量として与えられた。ケストリッツは、ハイン・リヒ24世の下で、エーベルスドルフと並んで、中林元地方における、経験主義の中心地に成長した。ケストリッツの彼の宮廷は、ドイツ啓蒙時代が理想とした新人部格質素な、宮廷の模範例の一つと称賛された。ハイン・リヒ24世の取り組んだ、行政改革は、 全てのロイス化粧化料にも適用された。全ドイツのお手本となったのは、1733年に、総ン連動だの共生委員の受刑者に労働義務を課すと、同時に教育の機会を設けたことである。これは、人道主義に基づく、共生の観念をドイツ語圏の社会に普及する上で、大きく貢献した。1704年5月6日ブレスラウで、 ヨハン・クリストフ・ホン・プロムニッツ男爵の娘、エレオ・ノーレと結婚した。11人の子を設けた。ありがとうございます。